い、どうも皆さんこんばんは、それではサンライズ英雄タウン R の続きをやっていきたいと思います。前回はどこだったかな、あ、そっか、ギルガメスにようやくもうその町を見つけたっていうね、大陸、今下に書いてあると思うんですけど、アストラギウス大陸ね、ものすごい広かったんだよね。そう、広くて街がなかなか見つからなかったんだよね。で、まあ結構多分5分10分ぐらい飛んでてようやく見つかったっていう感じで、で早速まあセーブしてで終わったっていうね。で、まあ、前のパートを見たら、確かトロは、なんだ、まあ、一緒に、まあ、仲間になったから、それを舞台と一緒に編成したかったんだよね。で、どのぐらいだ重さ的には。ザクツはそのままでしょ。あ、来たよ、ヘビアムズ。おぉ、重っ。まあでも、これは、あ、対空の突撃か。これはちょっと難しいな。でも突撃としては、デュオの方がちょっといいんだよね。だって先制で突でしょ？ヘビーアームズ、どうだろうな。でもちょっと軽いよね。まあ5エネルギーしか変わらないけど。でも体力もちょっと多いんだよね。生存率はちょっと少し高めかな。70、あ、ちょっとそうでもないか。でも一応対空としては一応使えるかな。OK、じゃあ一旦これこんな感じにしようか。あ、そっか、装備編成もちょっと見てみたいな。何か売ってたんだっけ。改造はできないでしょ。ショップで、この中か。タンクはこれはそのままだから、これ欲しいな。35も結構なかなかだけど、ちょっとコスパね。レベル1は確かエネルギー5で、エネルギー、20補給するんだよね。レベル2で10で35だとちょっと、効率ちょっと下がってるもんね。でも、ない方がマシだよね。どうしよう。機体に突、効果を与える。あー、これもなかなかいいな。でも20エネルギーか。どうしようかな。これちょっと欲しいな。機体に。これ、いくつか欲しいね。どのぐらいだろう。多すぎるとちょっとね、お金がな。そうすると、敵、倒さないといけないな。どうしよう。一回3つぐらい買っちゃおうか。これも3つぐらいでいいかな。3つぐらいにしとこう。で、舞台、で、どこだ？装備。タンク、これどうしようかな。タンク、これ2個、まあ多分そのままでいいかな。で、パック、これを、ちょっと、1を大体このぐらいにして、2を、あ、ブースターか。2を、あ、どうしよう。なあ、だね。ほら、エネルギー5で20補給するから、ちょっと効率下がっちゃってるね。これどうしようかな。2でもいいのかな。
2で、まあ、これで40でしょ。でもスロットが1個使っちゃうんだよね。2個これで、だいたいこれちょっとプラスだよね。そしたらエネルギー2ブース、レベル2の方入れた方がいいのかな。ちょっとそれやってみようか。せっかく3つ買ってあるからね。いや、うん、1個ぐらい欲しいかな。これ入れて、これを、いや、もう1個入れちゃおう。で、残りは全部ブースターとして。まあ、レベル2ね。で、3つこれか。ちょっと悩むな。やっぱ1個いいや。これぐらいか。で、エネルギーブースター多分2個ぐらいでいいかな。あ、なんでブースター入れちゃったんだ。違う。パックだ。パック、これが欲しいんだ。これどうしようかな。2個ぐらい1で、2個ぐらいがレベル2にしとこうか。こうしようか。OK。よし。で、次は、そっか、トロはちょっと見てみようか。機体から先見ようか。どこだ？あった。ヘビアムズ。これ使いたかったんだよね。まあ僕は以上ガンダムヘビーアームズが結構好き。まあなんだろう、こうね、全身に全部もう重装備っていうかね、結構好きなんだよね、このデザインが。で、ガンダムヘビーアームズ、トロワ専用機、まあモビルスーツ、投降高は 16.7m、 機体が 8.2トン、 結構軽いねこれでも。でバルカン2で、マシンキャノンどこだ、2マイクロミサイル54、ホーミングミサイル36、ダブルガトリングガン2。おお、重装備ですね。OK。で、機体説明解説だと、全身に多数のミサイルや重火器を内蔵した重モビルスーツ。はい。で、他の重モビルスーツと同様に、拠点攻撃用のモビルスーツで分類されてはいるが、パイロットの力力が極めて高い場合、一般機を何々するほどの機動力を発揮できる高性能機でもある。じゃあモビルスーツとしてはそのままいいけど、さらにね、なんかなんだろう桁違いのパイロット乗ったらさらにそれ以上発揮するってことだよね。怖いなこの機体。まあ結構軽いもんね、だって 8.2トン。まあ軽いと言ってもちょっとおかしいけど、他のほらデスサイズ、あのデスサイズも結構ちょっと軽いか。ガンダムはほら 43.4 トンだよこれで。重いなぁ。いやー、でもまあでもデザイン的にいいよねこれ。 OKOK。 で次はパイロット見てみようか。どこだ、あ、いたトロは、戦うために作られた兵器として自分を認知してる少年。ほう。で、冷静な判断力を持ち、行動力に、投げている。っていうか説明文章ちょっと短いな。もうちょっとないの。まあでもパイロットでも、ちょっと待って、対戦で HP30 プラスか。そうすると、ちょっと待って、機体どこだっけ。そうすると、もしトロワーが、なんかおかしいな、あ、対突か。そうしたら、80もあるの。もし、まあ要するに今下に書いてある、消費エネルギー30なくて普通に、まあ対空として戦ったらプラス80って結構体力多いよね。あー、これもちょっと考えておくべきかな。 OK。 じゃあどうしようかな。一回ち
ょっとこ今せっかく編成したからちょっと一回ここ上書きセーブしようか。OKOK でこれで OK でもあるけどゲーム終了しません、せっかく始まったのに今セーブした時間が44だけど違うな、1時8分だからちょっと前どうしようかな、まあ10分前だから12時ぐらいか。 OK よしよしよし。でどうしようかな、街で行ってみようか、ギルガメスだからね。 OK 空港なんもない、メインストーリー行ってみようか、はない、郊外は郊外も誰もいないと。なるほどね。じゃあ次はどこ行こっか。デッキまあどこ行ってもねギルガメス以外だけど、発進します。そもそも場所どこだ覚えてねえぞ、まあ、覚えてねえしもう10年10、20年以上だからね。ギルガメスここでしょ。あれじゃあ次の町どこだ、ここギルガメスだったらどこ行けばいいんだ。まあ緑ここあたりとか飛ぶしかないもんね。どこだ、ちょっと違うな、ギルガメスあそこ、他町ないか、ここどこだ、こりゃ相当時間かかるぞ。ここにはない、じゃあここ行ってみようか。っていうか広いなオッサンギウス、 あったこれなんだ、ウドオッケーオッケーオッケー、あれこんな近かった全然知らんかった、ウドに入港しました。オッケーウドだね、ここもうちょっとちょっと一回見てみようか。まあ何もあーパーツなんもないよね、戦闘機体や機体もない、オッケー。購入、おスコップドック、ここもあるのか、おいおいよ。で母艦、あ攻撃システムね、あ先制攻撃ミッションディスク、これもいいな、先制与えるっていうね。あいえこれも一応いくつか持ってこうかな、でもエネルギー20って結構重いな。まあでも時と場合かな、例えばトロワにつけて突撃したら結構強いもんね。どうしよう、せっかくこういうアイテムを使ってみたいよな。エネルギー5でアタック10でしょ、レベル2、3ぐらいはなるとどのぐらい消費され、消費されちゃうんだろうな。まあいいや。さてと、ウド行ってみようか。ほう。おっと、メインストリート、酒場、郊外もあるのか。一応一個一個行ってみようか。ストリートはいない。酒場は？おっと。まあお客をね、まあ誘ってるってのもいいかな。ああ俺かようやく気づいた、そうだよ他にいないじゃない、他にって何主人公リースの他をおじいさんってこと、ひどくない、あたりはココナスんだ、よろしくね、はいよろしく。で急にね、初対面で自己紹介してもちょっと、ね、困るけど、え、ね、それはそうだね、思うよね。あんたなかなかいいから出してるじゃないか。おっとおっと、こ
前は？名前はまあ主人公だけど、俺ちょっと急いでるんだ。おお、あれ急いでたっけ？俺すごいのんびりしてたけど、あれみんな急いでたんだっけ？本当にそうかな。そんなに急いでるようには見えないんだけどな。おっと、つぼしかな？ええ、あんた AT ドリでしょ。わかるんだ、あたいには。AT、AT ノリ。AT、AT ノリ役なんですか？違うって。またまたそんなこと言っちゃって、隠してもダメだよ。おっと、あんた見かけによらず相当戦い慣れてるでしょ。おお、結構当たっちゃってるね。ねえ、私たちと組まない？いい儲け話があるんだけどな。ごめん、悪いけど他を当たってくれよ。それじゃ。あー、ちょっと待ちなよ。どんだけ誘い込みたいの、ココナちゃん。いやなんなんだあの変な子は。変な子って言っちゃったよ。まあ、今度はこうが行ってみようか。もうなんもない。テッド酒場にもいないと。じゃあメインストリート行こうか。で空港で、おい、捕まえた。ここに来ちゃった。うわ、さっきの。へへ、この街を出るにはここを通るしかないもんね。てかほぼ一歩道ってことだね。ねえ、お願いだよ、バトリングに出てよ。バトリング、何、バトルリングってこと？それなんかそういう略に聞こえるんだよね。じゃないとあたい生きていけないよ。そんなに。あのさ、俺はパイロットだけど、その AT 乗りってやつじゃない。なあ、そね、 AT じゃなくて FT じゃなくて MT か。モビルトルーパー。 AT ってなんだ。バトリングってやつも他を探してくれな。嘘、本当に AT 乗りじゃないの？その略わかんないし。じゃああんたは一体何の仕事をしてるってのさ。どう見ても軍人じゃないし。まあ軍人じゃない服装してるもんね。いいとこのお坊ちゃんはこんな街に切符ないし、大地そんなにいい顔してないし。いい顔してない、思いっきりとる。ひどいことを言われてた、主人公。ちょっと。飛び消された。そりゃそうだな、そりゃそうなるよね。AT ノルのことも知らなかったみたいだしね。あの白い船だね。ねえ、あんたアストラギウスの外から来たんでしょ。まあそうじゃないの。もっとつぼしってことかな。オーラバトラーって知ってるかい。へへ、ビンゴ。当然知ってるよ、あの連中も大陸の外から来たのさ。ほー、じゃあもう知ってるってことかな。この大陸の軍人とくっついてなんか企んでるって噂だけど。おっと、軍人はちょっと厄介だぞ。そうか、ここでも。ココナ、俺たちはこの大陸での情報が欲しいんだ。協力してもらえないか。協力してくれたらそれなりのお礼はするぜ。おっと、そのお礼とは何ですか。主人公。なんだか面白いことになってきたね。乗ったよその話。秘密は絶対に守るからさ。守る秘密はね、どうだろうな。よし、商談成立だな。はいよ。それじゃ早速いいこと教えてあげるよ。早いな、ここも早いな、どっちも早いよ。
まずヴィルガメスって町に行ってみなよ。もっと？さっき行ったばかりの場所じゃね。オーラバトラーの連中以外で大陸の外から来た人がいるらしいんだ。へえ、いるの？そうだね。この町からだと東に進めば見えてくるはずだよ。まあやっぱさっきの最初の見つけた町だよね。あたいもギルガメスで待ってることにするよ。じゃあね。え、一緒に乗らないの？ああ、もしかして自分の個人のねえ、まあ、乗り物あるってことだよね。一緒に乗ってほしかったな。まあいいや、ごめんね。ちょっともう一度場所ちょっと散策してないか。じゃあ空港そのまま行っちゃおう。で、ギルガメスだけ。オッケー。じゃあ行ってみよう。お？さてと今日は、俺の当番じゃないか。完全にすっぽかしたじゃねえかよ。当番？なんだいそりゃ。ルン、わかるか？何かしら。え？食事の当番だけど。あれ？リオも入っていなかったか？なんだ、それなら入ってるぜ。おお。お前がやけに嫌がってるから別なものかと思っちまったぜ。悪かったな。俺は料理とか洗濯はそんなに好きじゃないんだよ。ダメだこの主人公。料理はまあともかく洗濯は好きじゃないっていうな。ま、性格だろうな。お前なら説得力があるぜ。そういや、ルーンは当番になってないのか。そういや、そうだな。前は体調が悪かったようだったから外したけど、今ならできるだろ。前は体調っていうか、前っていつ頃の前だよ。でも私作ったことが。ああ、これはちょっと危ない匂いがするな。でももしかしたら、料理がものすごいね、得意っていうかうまいっていうかもしれないよ。まあそこは分かんないけど。俺も賛成。ぜひご賞味に預かりたいね。おお、大丈夫かデュオ。賛成しちゃって。頼むって。いや、主人公も。ありました、やってみます。おお、リスキーだな。おお、できました。これは、このシーンはなかなかいい。あー、やばい、これずっと見ていられる。やばい、もう完全にもう変人だ俺は。いやまあそれはもうさておいて、もう料理できたの早いな。まあそういう設定か。あれ、リエは手伝ってくれたんだろう。なんだか急に用事ができたそうですけど。おお、まあ忙しいからね、デッキのお仕事とかね。まああいつも忙しいからな。で、デュオは？あ、そっか、デュオもうどっか行っちゃったの。厨房に来られていたんですけど、リエさんと一緒に用事があるって。あれ。そっか、残念だな。それじゃ、これ一人でいただこうかな。いいよな、ルン。ほうほうほう、これはちょっとなんか嫌な気がするな。うん、嬉しそうだな。こんなルーンはあんまり見れないよな。あ、確かにすごい嬉しそうな、なんだろう、顔してるね。さてと。画面が揺れたけど、ゲームのせいするのも俺のコンピューターのせい。あんま見よく見てねえ。いや、気のせいだよな。気のせいだ。うん、
僕も気のせいだと思いたいけど。どうです？あ、ごめんごめん、食べるよ。わあ、どこだここは。あ、やっぱり、ゲームか、よかったパソコンだとね。いやー、でも自分のパソコンも結構ね長いもんね。まあ一応これ、まあ、デスクトップだから、今もう何年だ使ってるの。まあ5年以上は使ってるかな。まあ唯一グラボだけがちょっとだけ変えたっていうのもあるけどね。オッケー。で、これどうなってるの？主人公どうしたの？一体何が起きたんだ？オーラバトラーが何か攻撃でもしてきたのか？まあそりゃそうなるよねこんなグラグラしてるんだったらね。このままじゃ、うわほっと、これはどうなってるの？全然。お兄ちゃん、お兄ちゃん、起きてってば。お兄ちゃん、起きてよどうなってるの？全然飲み込められないんだけど、状況が。なんだ。そういえば今日は雲海調査隊の初仕事の日だってダメだこれ主人公なんかもうわけのわからないことを言って言い始めてるぞ、初仕事ちょっとお兄ちゃんってばしっかりしてよ、わけのわかんないこと言ってないで確かに本当にわけわかんないこと言っちゃってるよおっと、急に部屋に行ったぞ。おリエカもう心配したんだから。気持ちはわかるけど、無理して全部食べることないでしょ全部食べたの？おかしくないそれいや料理全部、あの短い間全部食べたの主人公それはちょっと食べ過ぎじゃない？あのさ、ルンさん余計に落ち込んでたのそりゃそうなるよね、倒れちゃったもんねごめん多分大丈夫だと思うけど、一応謝ってきた方がいいよ分かった、そうするよ。やばいな、てか主人公胃袋どんだけ大きいんだよ、全部です。結構の量あるんじゃなかったの？まあどれぐらいね作ったのかわかんないけど、全部はちょっとさすがにねきついなそれ。あれ、俺が謝るのかいやまあそうじゃないの、だって倒れ込んじゃって、で変なことをね勘違いして あの落ち込んだんじゃないのだから謝るんじゃないの。うん、ちょっとねなんかおかしい展開になっちゃったけど、まあいいか、ルンには悪いことしちゃったしいやまあで、ウド行ってで、ギルガメス行けばいいんでしょ？オッケー。いや、さっきのおっと？敵艦を発見しました。フィアナを発見？あれ？さっきの、まあさっきっていうか前のパートでなんかちょっとしたシーンが出てきた人だよね。これはちょっと戦ってみようか、せっかくだから。今までなんかすいません、なんだ、戦士とかそういう敵ね戦ったからね、じゃあやってみようか。あ、私は無益な戦いをしている。いや そんなことないですよ総員、第一種戦闘配備につけ。なんかすごいなんかダークなね、嫌なセリフ吐き入っちゃったよ、フィアナさん。おっと、これは初めてかな？
こうなんだろう、なんだ、まあ、雑魚兵というか、なんかキャラクター、ちゃんとしたキャラクターと戦ってるっていうね、こういう戦闘。オッケー、じゃあ、でもこれちょっと様子見たいけど難しいな。まあ、ここはもう、デスサイズちょっと一択かな。ブースター入れて、これ80までか、35。あ、ちょっとオーバーだな。そうするとどうしようかな。どうしようかな、これ。ガンダムもいいけどな。ヘビオムスちょっと一回使ってみたいかな。どんな感じなんだろう。あ、でも20、あ、30か。デュオと同じか。そしたらちょうどこれ全部使い切っちゃうね。まあいいや。一応ちょっと使ってみよう。ブースターちょっとまた増やして、これ一回一体ずつ入れようか。で、次が20のパッカー。足りるか。あ、足りるね。OK。あー、でも20はこれいいね。OK。で、これで、特殊攻撃ね。特殊攻撃。おー、すっごい体力。ちょっと待って、これで65、オール65。おー、これもちょっとね、70も結構多いな。オッケーオッケーオッケー。これでちょっと見てみようか。おお。まあそりゃそうだね。対抗するけどね。おお。死ぬぜ。俺を見たやつはみんな死んじまうぞ。よいしょー。ダメよいっと。助けてくれ。よーし、いいぞいいぞ。で、これで突属性だからさらにダメージね。全てを消滅させる。おっと、これはセリフはなかなかいいね。おお。パイプ打ち込んでやるぜ。いいね、さっきの。あ、スコープとかもなかなかかっこいいね、攻撃が。助けてくれ。オッケー。いやー、体力多くていいね。あと4。やばい、あと4。おっと、あれ、これってもしかして、おっとっとっと、これはごめん、体感これでもう一気に沈めたいっていう気持ちがあるな。どうしよう、これぐらいにしようか。手法用意。で、これでドーンと、でボーン。 OK。 ちょうど4。あー、ちょっとバラつきあるね。ダメ、このままではいけないのよ。あー、でもバラつきあるな。手法6先設定したのに4が結構ギリギリだね。これはちょっと判断難しいね。攻撃するときは。あれ、ウィルガメスの町に入港します。びっくりした、戦闘だと思った。何かが接近。いえ、伸びてきます。ん、伸びてくる。 あれはガンダム。ん、ガンダム伸びる。ごめん、さっぱりわからない。なんだって。ダイヤモンドから夢